ただいまから、香川公開会によるカッパ展示を行います。ちょっと時間を詰めてちょっと自己紹介の方は割愛させていただきます。それでは簡単なカッパの説明を行います。この信号ランプというものは旧海軍時代から受け継がれているもので、船同士の経営であったり、儀式の時に吹いたり、艦内護衛を入れる時に吹くものです。ご覧になると分かる通り、トランペットのような指で音を変えるピストンがついていません。そのために音を変えるには、吹き込む空気の量、もしくは唇の穴の形を変えて音を変えていきます。このランパで出す音は高速コンビットのコーンしかありません。それではちょっとそのコーンを聞いてください。一番低い音の音、乗員は博多ナンバー、
気に入れ換気に正解し、経年を行い、換気のアプローチを行います。で続きまして、準計ラッパー、会場自衛隊は午後7時に、カンパーソングという号令が流れまして、乗員はみんなで、艦内の清掃を行わなくてはなりません。その掃除終了後、7時半になると、当直の幹部が、その掃除のチェック、および、艦内にいる乗員の、体調の確認、および、異常のものはないかの確認をする巡検というものがあります。その巡検を、の号令を入れる前に引く、ラッパとなっております。旧海軍時代では終身ラッパに使われていたそうで、今まで聴いていただいた曲とは違って、少し趣のある静かな曲になっていると思いますので、聴いてください。ラッパ巡検。以上で、ただ今回は、ラッパ水道を出ております。